藤誠一だ。よっ、はい、じゃあやっていこうか。本当は17歳だけど運よく子供になれて女子校に潜入できたラッキーなコナン君のお話をやっていこう。で、前回はね、リサお姉ちゃんの話を聞いた後に一人で図書室に来たんだっけ。本の品揃えは普通の学校並みか。ここら辺見たっけ。でね、ちゃんとメモリーカード買ってきたから本のセーブはできたよ。で、一回ね、テストでここまでプレイしてセーブできるかなと思ってセーブできたらメモリーカード刺さってませんって また出てきて、うわビビったーと思ったんだけど、あのちゃんと刺し切ってなかっただけだったわ。いや、よかったよかった。この本はなんだ。大長編スサバナさん、このさ、ゴミ箱の中に何か入ったりしないの。どこもかしこもそう。あ、掃除ね。あ、これ、おう。これ右向け。ちょ。末置きのワープロか。ワープロ。誰でも自由に使えるようになってるんだ。ワープロってパソコンのこと？結局。このインクリボンは。あ、ここら辺で終わったんだっけ。あー、はいはい、これね。このワープロであの手紙を打ったんだ。あ、じゃあやっぱりこの学校なんだ、犯人は。まあ、知ってますけど、私は。あの手紙の後に別の文字が打たれてる。犯人誰だっけな。書き出してみるか。ヒント、女。リアリアマナマナスタスタ。これね、難しい。なんだこりゃ、むちゃくちゃな文字列だ。何かの暗号か。私これ小学校低学年の時にお姉ちゃんと一緒にやった記憶があるんだけど。別に何も持ってないぜ。誰に言ってんだよ。私に言ってんのそれ。ごめんね。ワープロは、はいはい、ワープロは、ワープロ、なんか手紙を書く時のあれなのかな。ここは図書室しか行けないと。まゆみ、おー、はいはい、まゆみの部屋行ってみよう。なんだっけ、学校のマドンナだかなんだか。古谷まゆみ、寮長にして生徒会長か。ノックしよう。コンコン。はい。はい。おお。あら？あれ？こんにちは。まあ、こんにちは。僕はどちら様かしら。なんかどっかで聞いたことがあるような声なんだけど。江戸川コナンて言います。まゆみお姉ちゃんですか？はい。古谷まゆみです。コナン君はどうしてここに？リサお姉ちゃんに招待されてきたんです。リサさんに？ああ、今日お客様がいらっしゃるって話。コナン君がそのお客様というわけね。うん、僕とあとラン姉ちゃんと。それでちょっとまゆみお姉ちゃんにお話聞きたいんだけどいいですか。ここだけ敬語になるんだ。あら、私に何かしら。何かしら。立ち話リサについて聞いてみようか。実はリサお姉ちゃんのことなんだけど、まゆみお姉ちゃんはどう思いますか。まあ、リサさんのこと心配してるの。優しいのね、コナン君は。それほどでも。この笑うときにさ、肩がビクビクなるのは何なの。リサさんのことは、もう超笑ってるし。私も心配しているの。あんな手紙を送られて心労が絶えないでしょうね。こんな暗い話をしてるのに永遠と笑い続けてるよ、コナン君は。犯人については検討に。まだ笑ってるよ。寮内のことだし見過ごせないわ、はい、私も事件解決のためなら。いつまで笑ってんのお前。何かあったら遠慮なく言ってちょうだい、ね、超笑ってる。はい。はい、ユミちゃんについて聞こう。ユミお姉ちゃんって知ってる？ユミ、ああ、リサさんのルームメイトね。彼女のことはよく知らないと。はい。ナオミ。ナオミお姉ちゃん。ええ、彼女も実は文芸部員なの。でも副業の方が忙しいみたいで、あまり部に顔出さないの。副業ってなんだ？副業。あの子ね、探偵クラブなんてものを自分一人で作って部長に収まってるらしいの。ほう。探偵クラブ。部
長兼唯一の部員として日夜学園の平和のために走り回ってるらしいわ。風紀委員長でいいんじゃないかな、それは。ナオミ、コーナの人物について。このお休みに学校にいる人たちってどのくらいいるの？届けが出てるのは文芸部とバスケ部だけね。文芸部は校舎、バスケ部は体育館を使う予定よ。部活以外の使用で残ってるのは出た、レイコさん、リサさんとユミさん、あとレイコさんだったかな。レイコさんめっちゃ好きなんだよね。レイコさんって誰って聞かないんだ。あるかな選択肢。あったね。レイコお姉さんってどんな人？レンコン、レンコン、レンコンって聞こえる。とてもしとやかで大人っぽい子よ。そういえばバスケ部の部長さんがレイコさんと姉妹だったわ。性格はすごく対照的みたいだけど。まゆみお姉ちゃんの部屋ワープロ置いてない？私の部屋には置いてないわ。私はいつも図書室や文芸部室で据え置きのを使うから。まゆみお姉ちゃんってどんな人？今日って学校お休みでしょ。お姉ちゃんはどうして寮にいるの？文芸部の仕事でね。私は3年生だけど一応部長だから。まあ他にも生徒会長や寮長の仕事とかね、何かとあるのよ。大変だな。文芸部長で生徒会長で寮長、うわ大変なんだね。大変なんでちっとも思ってないでしょ。校内の人物、あ、これ聞いたっけ、話をよっか。どうもお邪魔しました。いいえ、どういたしまして。このゲームね、体育館をバスケ部が使用中と。はい、小学生向けではないんだよね。難しすぎて。リサの部屋、1階の廊下から行ってみよっか。廊下歩け、おお歩ける。あ、でも戻ってどうすんのよ、ちょっと。コナン君戻るのかって聞いてほしいんだけど私に。これは行事、連絡事項、いろいろなもの。はいはい、消火器。女子校つっても広いね。こんなことやってたら日が暮れちまう。男子校も広いんじゃないの？消火器か。事件には関係ないと。これはなんか晴れたりするのかな。ん、誰かいるみたい。誰かいるみたいだな。おお、ちょっと待って。後でもいい。そうそう、後でもいいんだよ。鍵がかかってる。はあ、え、入っていいの？あ、もしかしてリサの部屋。お、コナン君、さっき空き部屋が見つかったわ。1階の端の松本咲っていう子の部屋。さっき文芸部の仕事とかで寮に残ってるんだけど、他の部屋に泊まるつもりだから部屋使っていいって。咲お姉ちゃんの部屋だね、わかった。ん、え、増えてる。あ、レイコについて、ちょっと待って、証拠品について。何か見つかった？うん、何にもとか言いそうじゃない？あ、これか。これ、図書室のワープロに入ってたインクリボン。例の手紙の文面そっくり残ってるよ。もう一つの文書についてはまだ話す段階じゃないな。じゃあ、やっぱりユミちゃんがこの学校に。でもさ、考えたんだけど、別にユミって子がこれを打ったとは限らないんだよね。はっきりと手紙にそう書かれてるわけじゃないし、何か別の目的を持った他の誰かの仕業ってこと。なんかもうこのコナン君の顔とこのセリフでリサお姉ちゃんは、あれ、コナン君って一体って思ってるんじゃね。なんかすごいよね、コナン君って。小学生とは思えない頭の冴えよね。え、あ、違うよ、テレビでさ、そんなようなドラマがあったのを覚えてて。あ、さきちゃん先に聞こっか、さきだけに。さきお姉ちゃんって文芸部員なんだ。文芸部ってどんなことするの？ええ、なんたって学年一の秀才よ。定期テストで常にトップを取り続けてるんだから。あれ、探偵クラブ作ってんのって誰だっけ、誰お姉ちゃんだっけ。すごいんだね。素直でいい子よ。ちょっと芯の弱いとこがありそうだけどね。じゃあ私の大好きなレイコさん。レイコお姉ちゃんって知ってる？あま
まりいい噂を聞かないわよね、あの子って美人なんだけどね。美人な人って大体性格悪いからね。最近妙に怯えたようなとこがあったし、僕よくわかんない。そっか、子供にはわかんないよね。そうだ、先お姉ちゃんに聞いてみたいことがあるんだけど。わー、まあ、なんかこれ一人一人聞いていくのだるい。あ、でも証拠、まあ、探偵としてね、聞いていかなきゃいけないんだよね、コナン君は。先お姉ちゃん、あ、これ置いてる？いいえ、置いてない。はい、図書室のよく使うと。あなたってどんな人ですか？さきお姉ちゃん、あ、お家帰んないのか。うん、文芸部の仕事があるからね。この連休中に文集をまとめちゃう予定なの。文集？え、文芸部って何なん？何すんの？本当にわかんないね。なんか、リサお姉ちゃんのこと何か知らない？何かマフラーとか編んだりすんのかな。私も心配してるんだけど、ナオミなら何か知ってるんじゃないかしら。ナオミお姉ちゃん？あれ、ナオミが探偵クラブだっけ？ユミお姉ちゃんって知ってる？リサのルームメイトね。でも、あんまり口聞いたことないな。マユミさんについて。マユミお姉ちゃんって文芸部の部長さんなんだってね。あ、マユミが、あ、3年生ね。で、こいつらは2年生ね。ねえ、その上生徒会長で寮長で彩色顕微ときてる。すごい人よ、部長は。かなわないな。ん？あ、なんかこれフラグっていうか、あれでもコナン君に関してはね、部長の前じゃ私なんか全然霞んじゃう。私が威張れることなんか成績くらいだわ。ネガティブ。真由美について聞いた。玲子、玲子、玲子、私の大好きな玲子。玲子お姉ちゃんって知ってる？玲子に聞こえるんだよ。え、知ってるけど。知ってるけど、どんな人？さあ、綺麗な人だと思うけど、よくは知らないわ。これは何か知ってるな。なんかされたんじゃね？直美について知ってる？学園の幼稚娘。あ、これかね、探偵クラブ。何か事件が起こると必ず首を突っ込んでくるのよ。はい、リサが元気ないことにも気づいてたから、ひょっとしたら何か鍵つけてたりしないかしら。じゃあまずナオミに会いに行こうかな。あ、リサお姉ちゃんもそんなこと言ってた。鍵つけられちゃったとかなんとか。立ち話なんだ、今更だけど。あ、やっぱ本当、彼女に目をつけられたら最後に。最後、気をつけないと。あんたらね、人のことハイエナみたいに。あ、まあ、こういうキャラなんだ。やだ、ナオミ、いたの？文芸部の仕事があるから登校するようにって連絡してきたの、あんたじゃない。あ、そうだったわね。それじゃあ図書室で。一瞬光彦かと思ったら林原さんだったわ。なんかちょっと似てるっぽい。あとはこの部屋自由に使って。あ、ラッキー。誰がお騒がせ娘だっつうの。あれ、あれ光彦だっけ。あれ、よくわからなくなってきた。さて、あんたが江戸川コナン。あ、愛ちゃんだね、多分。うん、愛ちゃんというか林原さんね。あれ、この人どうして俺の名前を。あんたが江戸川コナン呼び捨て。どうして僕の名前をって顔ね。
ディシャが珍しくお客さんを招待したっていうから、どんな人物かちょっと調べてみたわけよ。そしたら、毛利小五郎の娘の蘭さんと、その連れ子って何て言うじゃない？連れ子って。連れ子？あら、違うの？まあいいわ。ともかく、名探偵毛利小五郎の顔くらい拝めるかなって思ってたのよ。ま、彼の天下もあと数年だけどね。なんせ、ど天才高校生探偵が後に控えてるんですからね。ど天才高校生探偵？それってひょっとして工藤新一のこと？どうした？どうした？ああ、画面が画面がこの女意外と思うのか分かってんのかも。そう、この吉野直美ちゃん。編集でどうにかしとくわ。ずるずる。今は足がない学園探偵クラブの部長だけど、この私の灰色の脳細胞が目覚める日は近いわよ。私が探偵デビューを果たした日にゃ。悪いけど、毛利小五郎も日本で2番目になってもらわなきゃね。ちょっとさっきの画像じわじわくるね、新一。なんだよこの女。結構古いゲームだから、ね、フリーズったりするんだよね。やっぱあれでしょ、フリーズってほどでもないけど。っていう優秀な探偵がいながら外部の人に助けを求めるなんて。見てなさい、お姉さんがこの事件をパパッと解決して探偵道の真髄を見せてあげる。というわけでちょっと事情聴取させてもらうよ。ん？これ私が聞いてんの？リサがあんな脅しをかけられる事情について何か聞いた？僕知らない。知らない。とぼけなくたっていいじゃん。私はリサのために動いてんだからさ。この演技好きだわ。本当に心配してんのか？ただの野じ馬根性じゃねえの？あの手紙にあったリサに復讐するっていう日は結局いつなのかしら？僕知らない。全部僕知らない。何よ、使えないわね。私がナオミだったら多分こういう反応するだろうね。依頼人の秘密をベラベラ喋れるかっての。まあ探偵としてね、ナオミ自身について。ね、ちょっとお話聞いてもいい？ほら、事情聴取してるのは私でしょ。あ、そう。でもさ、ナオミお姉ちゃんって自宅から通ってるの？寮なのに。そうよ。でも今夜は文芸部の仕事で泊まり込み覚悟だけどね。じゃなくて私が聞く側なんだってば。私はね、あの手紙は学校のワープロで俺らと一致してんね、考えが。一応観察官はあるのかな。だって普段私たちが文芸部で作ってる文集とまるっきり同じ紙だもん。あ、そうなんだ。それじゃあ一目見りゃわかるだろう。あれ全部聞いたんだけど、中が聞くのかな。リサがあんなお…あれ全部聞いたよね。ほんと、あの手紙にあった…依頼人。ああ、はいはいはい、これか。あのインクリボン調べれば。校内のどのワープロで打たれたのかまでは分かんないのよね。手首細っ。インクリボン。そっか、リボンに文字が残ってるはずよね。それ調べりゃ使われたワープロはすぐ分かるじゃん。チビ、あたしの女子で使ってあげてもいいよ。チビ
チビだろ今のお前は。102センチだぞ。まずは校内と寮内のワープロを片っ端から調査しなきゃ。お、あ、さっきじゃない。あら、ナオミさん、こんなところにいたの？ゲ、部長。なんかだんだん三つ彦に見えてくる時代したわ。早く集合してね。はい。はい。それから、また制服のリボン忘れてるわよ。ちゃんとつけなさい。もう部長ったら硬いんだから。いいじゃん、休日登校の時くらい。あなたは平日もつけ忘れてるでしょ。あ、そう。あれでもタメ口なんだ、まあ、先輩に対して。仕事終わらせたいから。あれ、ナオミって2年生だよね。図書室まで来てね。でも私も高校生先輩にタメ口だったけど、せっかく気分が盛り上がってる時に。要するに探偵かぶれのお調子姉ちゃんってわけだな、あのナオミってのは。動けるね。これ入っていいのかな。ここね、結構調べるとコナン君が面白発言をするんだよね。なんか申し訳ないな、この部屋一人で使わせてもらって。なんかいろいろ増されんのかな。あまりその辺調べ回るのも悪い。悪いか、なるほど。あまり…なんだと。調べてしまえよ、子供なんだから。ワープロは置い…ワープロ置いてない。ここ、ワープ…ワープ…ワープロ、ワープロ言いすぎてさ、なんかワープロってなんだっけってたまに考えてしまうんだよね。いい匂い。女の子の部屋なんだな。バカ、何考えてんだ俺ってば。なんかちっちゃい頃これをあまり、このセリフめっちゃ聞いてたわ。いい匂い、いい匂い。図書室では文芸…待て待て、1階のさ、1階の廊下のもう一つの端っこの方まだ調べてないんだよ。よ、ん、どなた、どなた。あ、これユミ。おお、さっきのなんかアラビアみたいな。そっか。こんにちは、ユミお姉ちゃん。ラネちゃんのために部屋開けてくれてどうもありがとう。やべえ、こんな子供がいきなり来たらちょっと私ドア閉めちゃうかも。あ、別に、そんな。ねえ、ちょっとお話聞いてもいい？よし、上から順に聞いても。リサお姉ちゃんの部屋のワープロ、ユミお姉ちゃんの？あのワープロは学校の許可を受けて貸し出してもらってるの。レポートに使ってるだけだけど。ユミお姉ちゃんは連休中何してるの？え、別に。お家には帰らないの？このガキうぜーって内心を持ってそう。私。でも別にっていう言葉嫌いなんだよ、私。リサお姉ちゃんに届いた手紙、ユミお姉ちゃんは見たんだよね。リサちゃんはあんな脅しを受けなきゃならないような子じゃないわ。何かの間違いよ、きっと。ユミお姉ちゃんは何か心当たりないの？全然ないわ。ユミお姉ちゃんはリサお姉ちゃんの幼い頃の話って聞いたことある？ええ、私と同じ名前の子ととっても仲が良かったって。ユミちゃんの写真は見せてもらったことあるけど、よく覚えてないわ。その子の写真がなくなっちゃってたんだけど、ユミお姉ちゃん知らない？いいえ、知らないわ。あのね、だ真相だけ知ってるんだよね。だからね、結構それを暴いていくのがちょっと楽しいわ。まゆみお姉ちゃんって知ってる？じゃあこれ全部聞いたら今日は終わろっかな。とっても綺麗な人、みんなあの人に憧れてる。でも私は苦手だけど。苦手ってどうして？あの人完璧すぎて。私みたいな人間には近寄りがたくて。そう、なんか私自分より綺麗な人とめっちゃ仲良くなりたいって思うんだけど。
知ってる？ええ、なんだかいつも人の秘密を探り出そうとしててあまり感心しないわ。まあ、これはユミの方が正しいかもしれないね。でも悪い子じゃないのよ。優しい子じゃん、ユミちゃんは。あの子ってとても綺麗な目をしてるの。綺麗な目？ちょっと好奇心が強いだけなのね、きっと。ナオミ聞いた。サキちゃん。サキお姉ちゃんって知ってる？まあ、同じ階なんだから知ってるっしょ。お話ししたことはあまりないけど、とても頭のいい人だって。でもなんだかいつも誰かに追い詰められているようで、見ててかわいそうな時もある。誰かに追い詰め、家族かなんかかな、なんかいい成績取れみたいなこと言われてんのかな。レイコ、レイコお姉ちゃんって知ってる？レイコさん。あ、もしかしてリサちゃんと似てるって噂の人？そういえば、何？サキさんとあの人、たまにお話ししてるけど、いつも口論してるのかな。なんだ今の音。全部聞いたっけ？どうもお邪魔しました。あ、いえ、それじゃ。小学生に対していいえって。あ、普通に。よいしょ。こっち？これ。どこもかしこも掃除が行き。ああ、これか。証拠。あ、これ見れることができるのね。こいつを撃ったワープロは特定でき。インクリボン。リサさんへの予告状が撃たれていたリボン。その後の奇妙な文字列も気になるな。はい。ゲームじゃなくて、セーブセーブ。オプションで。あ、これか。何これ、何これ、何これ。あ、これが新規なんで。あ、でも同じでいっか。結果で図書室で上書きに、これ、これランネじゃん、もしかして。飛んでるのかな。特に何もないな。もうそれを聞きたいわけじゃない。これさ、2階に行けたりするのかな。あ、行けるね。今どこ私。よし、じゃあ今日はこの辺で切っとくか。じゃあ無事私のセーブもできたし、よし、じゃあ次回もよろしくお願いします。